今日の本文、スエジプトキー32章7節の御言葉を通して山の上の信仰、山の上の信仰という題名で御言葉を語りたいと思います。聖書に記録されている救いの競輪というものは耐えることのない分離の歴史であるといえます。分離の歴史。この世の中も神様が 分離すること、区分することによって始まりましたね。光と闇を分け、また上の水と下の水を分けて、また天と地を分けて、ですよね。分離によって始まりました。また世の終わりも分離の働きによって終わります。また24章40節を見ると、その時2人の者が畑にいると、1人は取り去られ、1人は残されるであろうと語っていますよね。 世の終わりの主の再臨の時にも取り去られるものと残さ,れる残されるものと分けられると語っていますある面から言うと恐ろしい見言葉です例えば飛行機に乗って例えばどこかに行こうとしましょう離陸する時に眠ってですね目を覚ましてみたんですけれども横にいた乗客が みんないなくなってしまいました。服と荷物だけを置いて、すべての、えー、乗客がなくなったわけです。驚きますよね。どこに行ったのかなと探しても、えー、操縦士もいないわけです。パイロットもいないんですね。どれほど恐ろしいでしょう。そのように、世の終わりにはですね、えー、残されるものと、また天に取り去られるものと分けられると語っています。聖書を見ると、 信仰の持ち主と罪人と分けられると語っておられます。神様の側に立つ者がいれば、罪の側に立つ者があると、悪人の側に立つ者がいると語っています。このように救いの働きはですね、最初から最後まで分離の歴史、区分される働きがあったということを聖書は語っています。今日の本文を見ても、市内イ山で区分された 2つの信仰の歩みを見ることができます。今日の本文の内容を見てみると、出エジプトをでエジプトを出てからシナイ山のところまで歩みました。そしてモーセは8回にわたってシナイ山に登ることになります。そこで神様に祈りますよね。そしてモーセが第1 6回目に山に登って祈る時に起こった出来事が今日の本文の内容であります。6回目に登って神様の前に祈っていたモーセに神様は10回を与えてくださいました。そしてモーセがそれを持って山から降りていこうとした時に今日の問題の事件が起こるわけです。山の上でモーセを呼んで。 語られましたよね早く山から降りなさいとあなたの民が悪いことをしたと語られました山の上ではモーセが祈りながら神様に出会い契約を受けましたしかし山の下では麓ではどうでしたか民がモーセがまだ降りてこないということを一つのその理由を通して通ってですね空像を崇拝しました ですから山の上にある信仰と山の下にある信仰この2つの信仰が対象になっているということを見ることができますその見言葉が今日の本文であるシチューズプトキ32章に記録されているわけですよね今日私は私たちの信仰は上にいる信仰なのかまた下にいる信仰なのかこの市内山でのこの上下の差について見てみたいと思います まず1つ目にえ使える対象に差がありましたよね上にいる信仰と下にいる信仰は使えるものの差がありました違いがありました上にあるということは信仰が天に向かってまた神様にもっと近づいている信仰を意味しています信仰が天に 届く強く登っていく信仰を表しています。聖書に出てくる多くの者たち信仰の持ち主は天山に登って神様に出会いまた祈り祭壇を築き礼拝をしていた姿を見ることができます。またイエス・キリストも弟子と共に神様の前に祈るために弟子たちと共に 山に登ってていいたことを聖書は記録していますエジプトから出て市内の荒野まで、えー、無事に着いたこのイスラエルの人々今まで中の災いとこのエジプトを出るその大きな働きまた火の柱雲の柱を持って守られまたマナを与えてくださり後悔を分けて渡,渡ることができるようにしてくださり このような多くの奇跡、体験を味わったわけです。神様の力を体験しました。そして神様の恵みでこのナイさんまで来たわけです。ですから、恵みを受けて神様の力を受けたわけですから、信じることができないのはおかしいことなんですね。みんなが神様をしっかりと信じるべきだったわけです。このナイさんで、 私に使えるだろうと語られたわけですけれどもそれが出エジプト記3章中二節に記録されていますよねモーセを呼ばれた時に神は言われたと私は必ずあなたと共にいるこれが私のあなたを使わした印,の印であるとあなたが民をエジプトから導き出した時あなた方はこの山で神に使えるだろうと語られましたイスラエルの人々がこの山でシナイ山で 神に使えるであろうとこれがああなたモーセを召したをし理由であると語っていますここで「使える」という単語が記録されていますけれどもこの「使える」という単語はヘブル語で「アバード」という単語です。アバードこれは礼拝する、捧げる、もう献身するこういう意味があります。この単語は神様に対する私たち信仰の全ての行動を表す単語であります。 神様に対するすべてのその信仰の行い、行動を意味しています。ですから、イスラエルの人々がエジプトから出て、神様に出てくるこの目的がアバド神様に仕えることであったということです。神様を仕え、礼拝し、献身すること、御言葉に従順して歩むこと、これすべてがエジプトから救い出された神様の目的であったと語っているわけですね。 これは荒野の教会を歩んでいる私たちも同じです。神様はこの世の中というエジプトから私たちを出されました。そして、カナンである天国に向かって私たちを今、荒野の旅路を導いてくださっているわけです。また、この荒野の教会を通して私たちは神様の前に礼拝を捧げ、祈り、また、仕えて、献身して、 教会で奉仕することができるように導かれているわけですこれが私たちを選ばれ私たちをエジプトからされた理由でありますしかしイスラエルの人々はシナイさんで神様をどのように使えましたか神様にしっかりと使えることはできませんでしたモーセがシナイさんに登った時ですよね第6回目に登ったわけですから1番目から5番目に 5番目まで行ったり来たりしてシナさんに登ったわけです。そして6回目に登ろうとした時にですね、あらかじめ民に言っておきました。あなた方に帰る時までしっかりと待っていなさいと、私は少し遅れて帰ってくるだろうと語っています。その見言葉が出る時期とき23章に記録されていますね。23章に。そして40日ほど経った時に、 このような今日の問題の事件が起こるわけです。エジプト期32章1節を見ると、民はモーセが山を下ることの遅いのを見て、アロンのもとに集まって彼に言った。さあ、私たちに先立って行く神をあなた私たちのために作りなさいと。私たちをエジプトの国から導きのぼった人、あのモーセはどうなったのかわからないからであると語っていますよね。モーセが山から降りてこないと。 の遅く、えー、降りてくることを見てアロンに攻撃しました。なぜ来ないのかと、早く、えー、天カナンに導く神を作りなさいと要求したわけです。そして偶像を作ってです、ね、その前に、えー、使える罪を犯したわけです。 イスラエルの人々に十回のこのえ板を下さる前にあらかじめ人々に民にですねこの十回の御言葉をあらかじめ教えてくださいました空蔵を崇拝してはならないということを人々はみんな聞いてその通りにしますと守約束したわけですよねしかしモーセが降りてこないからということを 見て結局、空想を崇拝する罪を犯してしまったわけです。山の上ではモーセが神様に出会って神様の御言葉を受け、十戒回の板を受けて祈りながら神様に仕えていました。しかし山の下では神様,に神様から離れ、 偶像をを作ってて崇拝するそういうういいい罪を犯していたということなんですこのように山の上の信仰と山の下の信仰は使えるものの対象の差がありましたよね。また大きな2番目に清さと腐敗の差がありました。腐敗と清さの差がありましたね。 ステジプトキ24章15節から16節を見ると、モーセが山に登った時に、雲が山を覆っていたと語っています。そして、主の栄光がシイさ山の上にとどまっていたと語っていますよね。その雲は人々にも見えていました。山の下にいる人々にも、その燃える火のように雲が覆っているのを見たと、ステジプトキ24章17節に記録されています。 この山の上の雲というものは神様の栄光の姿でした。モーセは市内さんにとどまって40日間の祈りをするとき、神様の前に清い姿を持って歩んだわけです。そして祈って十回の板を受けたわけですよね。しかし山の下では空像を作り、その金の子牛を崇拝し、その前でですね、 踊りながら楽しむ人々の罪が記録されています。今日、出エジプトキ32章7節を見るとあな,た方はあなたは降りていきなさいと山から下りなさいとあなたがエジプトの国から導き上ったあなたの民を見なさいと悪いことをしていると語られました。この出エジプトキ32章7節を見ると重要な、えー 内容が記録されていますこの32章7節を見るとですね、よく見ると、私の民ではなく、あなたの民と神様が語っておられるということです。エジプトから出エジプトさせ、また、えー、この竹内様で導くときにはですね、あなたの民ではなく、私の民と語っておられました。しかし、罪を犯してからは、モーセに向かって、あなたの民であると語っているわけです。 これは聖なる民神様に属する民ではなく罪によって腐敗した腐っているあなたの民であるということを語っているわけですあなたの民とではなぜイスラエルの人々は神様を離れたのでしょうか先ほども言ったようにモーセが遅く降りてきたからであると語っていますよね イスラエルの人々に忍耐がなかったわけです救いに対する確信もありません救いを受けたとカナの地に入ることができるという確信もありませんしまた忍耐することもできませんでしたまたカナの地に入ろうとする意思も目標もしっかりと思っていませんでしたモーセは確かにいたわけですよね遅く降りてくるから 待っていなさいと語ってにもかかわらずその御言葉を、えー、無視したわけですまた今まで導いてきてくださった神様を無視しました自分の考え自分の方法自分の欲によって自分を信じまた偶像に仕えたということを今日の本文では記録しているわけですよねその結果神様から離れてしまったわけですマタイ24章13節を見ると 最後まで耐え忍ぶ者は救われると語られています。最後まで耐え忍ぶ者は救われると。最後まで御言葉を信じて、約束を信じて守らなければいけないわけです。忍耐しなければいけないんですね。信仰というものはどういうものですか信仰というものは最初から最後まで変わることなく神様の御言葉を信じて歩むことを意味しています。 信仰が揺らぐということは、まことの信仰ではありません。神様を信じたならば、最後まで信じるのが本当の信仰なんですね。世の中の基準、自分の基準に合わないからといって、また祈っても答えがないからといって、神様を離れてはいけないわけです。それは信仰を持っている持ち主の歩みではないわけですよね。そういう腐った信仰の持ち主は結局、 にに捨ててられれると民数記24章15節に記章節録されています私たちもこのように神様の答えを得ようと祈りながらですね自分の問題を解決してくださいと祈りますけれども答えがなければどうしますか不安になりますよねどうにかしてでも早く 自分の力でこのような方法を持って解決すべきだろうかと考えながら世の中の方法でその働きを解決しようとすることがあります。神様に助けを求め祈ると言いながらも占いをしたりですね、する人がいるわけです。 占い師に行ったりだとかいろいろなそういう罪だとは考えずにですね好奇心によって運勢を信じたりまた自分の力を頼ったりするわけですアメリカでも占い師に行く人が多くなったといいますしかし私たちはどうやって暮らすべきですか世の中の方法世の中の 考え方で行動してしまうと結局このエジプトから出てきた民のようになってしまうということを私たちに示しています。ヘブル3章14節に何と書いていますかヘブル3章14節を見るともし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば私たちはキリストに預かるものとなると語っています。ヘブル3章14節ですね。またヘブル10章36節を見ても 何と書いていますかヘブル10章36節には、私たちに忍耐が必要だと語っています。約束のものを受けるためには必ず忍耐が必要であると語っています。世の中の成功、世の中の祝福、富にも長い時間かかりますよね。また私たち救いに対するものも長い時間かかるわけです。 私たちが神様の約束がいつなされるのか知ることはできないわけですよね。救いの日、えー、何月何日だと。私たちがあらかじめ知ることができればどれほど感謝でしょう。しかし、その日にちを知ることはできないわけですよね。しかし、えー、モーセが山から降りてきたように、 必ず再臨されるイエス・キリストも必ず来られるということを悟らなければいけません。人々はモーセを待つことはできませんでしたよね。モーセを最後まで待つことができずに自分の考えで歩んだわけです。行動したわけです。しかし結局モーセは降りてきたわけですよね。再臨されるシュエス・キリストも同じように必ず降りてこられます。 ですから私たちは忍耐することはできず、自分の考えで暮らすのではなく、最後まで,最後まで待ち望むものとならなければいけません。申セのように神様の前に祈りながら、神様に仕えて神様の答えを待ち続ける信徒とならなければならないということを私たちに教訓しています。目示録2章25節から26節を見ても、えー。 黙白く2章、25節から26節を見ると、ただ私が来る時まで自分の持っているものを固く保っていなさいと。勝利を得るもの、私の技を最後まで待ち続けるものには、諸国民を支配する権威を授けると語っておられます。私たちは自分の考えで自分の方法によって、歩むのではなく、最後まで神様の御言葉を信じ、最後まで待ち続けて、この最後の祝福を得る。 えー、皆さんとなることを主の源を持って祝福いたします最後の3番目に山の上は御言葉が出る場所であり、えー、下は茨が出る場所であります山の上は御言葉が与えられる場所であり下というものは茨、えー、トゲが出る場所ですね 山というのは神様が臨在される場所を意味しています。イザヤが、えー、このエルサレムに、えー、シオンさんによって、えー、御言葉が語られ、そこに多くの国々が集まってくると語っていますよね。じゃあ、イザヤ2章、2節から3節を見ると、終わりの日に次のことが起こると。 主の家の山はもろもろの山の頭だとして固く立ち、もろもろの皆よりも高くそびえ、すべて国はこれに流れてき、多くの民は来て言う。さあ、我々は主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。彼はその道を我々に教えられる。我々はその道に歩もうと。立法はシオンからで、主の言葉はエルサレムから出るからであると語っています。見言葉は山の上から出るわけです。 今日の聖書の全体の歴史を見ても山の歴史であるとも言えます。エデンのそのもそうですし世の、世の終わりの最後のシオンの山もえ山で終わりますよね。山から山へなんです。モーセも10回を山で受けました。エゼキエルの幻もえ一番高いえ山で与えられましたよね。 また最後にまで信仰を守って歩む者たちの最後の立つ場所がまたシオンの山であると語っています。ですから山というものは神様の御言葉が語られ、また神様の栄光によって共におられる勝利の場所がこの山であるということを聖書は語っています。しかし今日、 市内さんの下ではどうなりましたか市内さんの下では、ふもとでは不信仰な歩みをしたと語っています。そして結局、茨の林となったと語っていますね。この市内さんというのは、えー、茨の林という意味です。棘の林。また、この、えー、ホレブさ山,山というのも乾いた土地。 乾燥した土地という意味があります。同じ山の名前なんですけれども、ホレブさんも乾いた土地、シナイさんは茨の、えー、林という意味なんですね。ですから、なぜここのようなシナイ山で神様は、えー、この民を呼ばれたのでしょうか導かれたんですかそれは私たち人間の姿が、えー、乾いたものであり、また、 茨城と棘がある、堕落した人間であるということを示すためでした。ですから、御言葉を、契約を与えながら、神様の御言葉をつかめば、あなた方はえ豊かな歩みをなすことができると、乾くことがなく、潤いに満ちた豊かな暮らしに変わるということを悟らせるために、この市内さんに導かれて契約を与えられたわけですね。御言葉に不従順する人は、 いつまでも乾くことが、えー、乾いて、えー、苦しんでいきますけれどももし山に登って御言葉をつかみ私たちの信仰が天に届いて本当に神様だけを見上げながら歩むならば豊かな、えー、祝福が与えられるということシオンさ山に立つことができる そういう勝利の祝福が与えられるということを聖書は語っています。それを信じる皆さん,皆さんとなることを主びの思って祝福します。では結論的にですね、私たちの信仰は山の上の信仰ですか、または山の下の信仰でしょうか。皆さん考えてみてください。山の上の信仰と下の信仰は確実に差があったわけです。山の上では,モセは神様に出会って、神様に仕え、 神様が共におられた場所でしたしかし山の下ではモーセが来ないという理由によって神様だけではなく空像を崇拝しました私たちはどうでしょうか本当に100%神様に従っていますか神様を信じて神様に委ねていますかどこに立っていますかモーセのように祈っているでしょうか 見言葉を求めて歩んでいるでしょうかまた、熱く賛美し、信仰生活をしていますかこの礼拝の時間というのは、私たちの教会では10時半から礼拝が始まりますよね。賛美する時間からが礼拝だと言います。では、本当にこの賛美する時間から礼拝の時間を守って、本当に心から神様の前に礼拝を捧げていますか集中していますか 山の上の信仰というものは、えー、心を尽くした礼拝を意味しています。御言葉を求める礼拝です。信仰です。いつも望みを失うことなく、私たちの信仰が高くそびえ立つ、そういう山の上の信仰を持たなければならないということを私たちに今、えー、示しているわけです。皆さん、今ここに集っているこの礼拝堂の。 名前が何でですすかシオン聖伝ですよねシオン聖伝私たちが礼拝を捧げながら、シオンの山に立つ訓練をしているわけです。皆さんでは私たちは礼拝のびに一生懸命このシオンの山に集まらなければいけません。この礼拝の時間が最後の時、シオンさんの前に立つ時間とするならば、準備であるとするならば、皆さん変化する 準備をしませんかあらかじめ来て。こういう訓練をするためにも私たちは礼拝を守っているわけです。どうですか、皆さん。私たちは山の上にいますか、下にいますか今日私たちの信仰の歩みにおいてですね、ーセのように最後まで神様の前に出て、見言葉をつかみ、本当に生きた信仰として認められることによって、 神様から備えられた祝福、救いの祝福と多くの実りを得る皆さんとなることを主の御名を持って祝福いたします。私たちの信仰は必ず山の下ではなく山の上に立って歩む大きな信仰,と信仰の持ち主となることを主の御名を持って祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日もこのように主の日。 喜びを持って神様の前に集い礼拝を捧げまた天の望みを持って歩むことができるよう導かれ感謝いたします私たちの信仰がいつも山の上にそびえ立つ強い信仰の持ち主として歩むことができますように神様の前にしっかりと歩みどんな試練や苦難苦しみが訪れるとしても最後まで忍耐し神様に委ねて 歩むことはできるよう導いてください。私たちの家庭、信徒、皆さんの家庭と職場を祝福してください。暗闇が共にするの共にあるのではなく、神様の栄光の光が共にあり、また私たち神様の御言葉と共にいつも歩むことはできるよう祝福してください。祈った通りになることを信じて感謝しながら、主イエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。アーメン